簡単なディスガイア。俺ディスガイアもやったことないから、感覚、いまいちイメージがわからないな。行こうか。あ、資料まだ見てないんだっけ？前回のやつ。スパッと切っちゃったかな。ファイル。これはあれか、読んだやつか。これじゃねえんだよな、俺が見てえの。なんだっけ？手帳か。はいはい。出来事、浮かび上がったあざ。そう、背中にね。肩の後ろに強い痛みが走った。うん。夢だったのだろうか。ユウの調べていたこと。天倉慶。神隠し、失踪事件、いろいろ調べてたみたいですけど、取材で行った廃墟。幽霊屋敷。眠りの家。現実感のある夢。まあこの辺はいいか。物品、射影機。夢で拾ったものと同じ。天倉慶から。まあ美桜ちゃんが使ってたやつかな。あれ、最初渡してくれた人誰なんだろうね、本当に。手だけしか出ないけど。あ、ちょっとごめんなさい。エアコン切るか。さすがに寒くなってきたな。ちょ、湿気がね、あるとちょっと空気がね。よっしゃ、行こうか。まだ出ないか。ここ開けらん。なんかあったっけね。夜になりましたね。あ、とりあえずあれか。寝るんだっけ。ミクちゃんはいるんかな。いなそう。幽霊より怖いムーブ。寝ればいいんだよな。これ進めていくともっとごちゃごちゃしてった気がする。
まあ、そうだ、暗さ、ちょっと戻しちゃったんだよな。他のゲームやってて。ゼロやるときはちょっと明るくしないとな。フィルター、少し上げました。5、10まで上げると、上げすぎかな。5にすっか。ちょっと明るくなったかな。そんな変わんねえかな とりあえず7式にしとかないとな。強化レンズか。ここでなんかめんどくせえやつと戦った記憶あんだけど、あの人はいますかね。いたね。下からなんか出てきたりするような。それ後ろがセクシー。結構取り逃しちゃいそう。むずいんだよな、コンプリートしようとすると。多分もう本当にひたすらリセマラになっちゃうな。後ろとかになんかありそうなんだよな、ゼロって。震えた文字のメモ、あの人の名前なんつったっけな。これか、被害者だからな、あの人も完全に。フィルムなかったっけ、ここに。ないかな、こういう。あ、あったあった、こっちか。入るたびにこれ増えるんだっけ。10枚か。どうする、最大値、チャージの最大、今4か。範囲、感度、速度と距離か。とりあえずこれじゃね。蓄積、とりあえずこれじゃね。死後か。フラッシュとかってまだだよな。でもまっすぐじゃなかったっけな、フラッシュ。まんま使うとこは。最初はすげえ使うけど。囲まれまくったとき。わお。調べられないと。あんま覚えてねえんだよな。上行くよね。しまった、そう、階段あれとかねそうなんだよ、あれな、取れなくて結構何回もやり直したな。ちょうどセーブポイントのとこで出るかんね。あれもそうなんだっけ。構えながら登んないと無理だよな、今の多分。あえてじゃあこっちに行く。閉じるんゼロやらせてえな、初代から。俺、姿勢の声まで終わったり。ああ、でもあいつ、とりあえず、メガテン3クリアしないとな。これは関係ないんだよ。動かさないといけないやつだから。そう、アイテムうんぬんじゃねえんだよ。ここだったっけ？入ったら閉じ込められちゃうとこ。あれ？ここじゃなかったっけ？閉じ込められて、なんか、わっしゃーって。まあ、とりあえず今は従うか。
全然取れないっすね。全くもって取れない。2周目やるときはちょっと目指したいっすね。これあれか。だよね。行きますか。赤くなってのはいないか。消えている。ここじゃないのか。反応ありますね。赤いよね。下かと思ってたんだけど、違うのかね。なんもないな。え、あれってあるよな、確か。こっちじゃねえか。何かが映り込んでいる。こっちじゃない、あっちの階段。こっちかな。え、いや違くね。こっちなんか、あ、でもこっちっぽい。あ、こっちの下すげえ赤いけど。ちょっと、こっちですか。はい、ほう、あ、ほう、ありがてえ、ほうだわ。点滅、アラームが鳴る。え、そっか、もうこれでティン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 ってなりますね。こっちか。あ、こんなんだったな。怖えよ、どんだけ怖えんだ。こっちなんかあります。それが反応してたのか。まだ行けないんだっけ。角立て井筒井筒監督。ここじゃあれか、直体かな。直体で倒したら夢から覚める感じかな。まだろうそくないから、まあそんな気にせんでも。上なんかあっから回復。夢から覚めたら復活してんだっけ、さっきやった14式とかも。同じ場所なら復活すんのかな。あ、アジャス10枚、いや6枚ぐらいじゃねえかな。そんな多くないでしょ。8か。赤いね。
ちょっと待って。なんで61式になってんの？ちょ、待って。待ってと。あ、そっか、これ。構えながら変えられんだっけ、それ。あれ、いけないのか。壁側か、じゃあこっちに下がってくる。うん、マジで。マジか。フェイタルめっちゃ遅かった。あ、これで変えられるのか。左右ね。はいはいはい。これ超助かりますね、やっぱ変えられんの。前作だったら調べた後もすぐに勝手に開けんすけどね。聞こえますね。ちゃんと聞いたことないな。でもなんて言ってんだろう。近づくとあれか、願い助け。あえてこっち。まあできんわな。来ないでっていうやつか。焼けたパスポート。滝川吉野。帰ろうとすると、あなた、もし目覚めたらお願い、私を起こして。私は悪くないの。すげえゲーム見ますか。じゃあ出来事。うん、白チュームの屋敷。
壁の向こうの声。一体何が？人物も見ていくか。そっか。麻生なのか。黒沢と麻生。ゼロってなんかあれだよな。なんか世間は 意外と世の中狭いな、みたいな。麻生ってことはやっぱ、だからそっか、民族学とか。だよな、きっと。じゃあ多分、美咲ちゃんのいとことかそういう感じなんだろう。 うん、優しい雨。みくちゃん、ひなさきさんの妹。天倉系。優の友人。そう。都市伝説。うん、多分ね、れいちゃんもね、誰知らせるとか、なんかそれどころじゃ、まだ2ヶ月だべ、だってそれどころじゃだよな。全身青い入れ墨の女。和服姿の親子。説明。誰かを探している。釣り込んだ女性。パスポート。実在する人物なのだろうか。このゲーム、そういえば10分ぐらい放置してると画面に幽霊映るんですよね。あれ多分知らないで初めて見た人はビビんじゃないかな、すごい。あれ、ミクちゃんおらず。部屋行ってみようか。ひそかさんとれいちゃんの絡みを見てみたい。いないのか。外出られないんだよな、そういえばこのゲーム。ここに映るんすよね、あれが。あれは多分このゲームで一番でもないけど、あれはインパクト強いかな。吉野さん。
特にないかな。怖いよね、これ。バイオ2にもあったけどさ、真っ赤っかの部屋ってめっちゃ怖くねえか。電話かけんだっけ？なんだ、味すりゃいいだっけね。ご飯？母さんの視点。電話。あれ？違うんっけ？なんだ今の？あ、こっちか。はい。なるほど、そういうことか。いい子。すー。なるほど、上がろうとするとかかるのか。で、ミクちゃんからかな。もしもし。あ、レイさん、ミクです。滝川吉野さあ、一緒だ。病院の方から聞いた話なんですけど、その人長いこと眠ったまま起きないそうです。私を殺して。病院へ行ってらしたんですか？
ちょっとごめんなさい、電話に出ていて さあ、あれだったんで、すいません、ちょっと早いですけど、ちょっと終わりますか。ちょっと割と重要な電話でした。再開再開。次でバトルか。ファイル行きますか、じゃあ。ファイルじゃなかった。手帳な。吉野さん。病院行ったとこっすね。消えたよね。炭になってたね。これそのまま行っちゃっていいよな。家の中の幽霊もさ、霊リスト入るんだっけこのゲーム。ちゃんみく、そのまま行っちゃっていいんだっけ。行っちゃうか。レディオカセット、そうだ、まだカセットは、まあ、ある意味チュートリアルっつうか、まあ序章みたいなもんだからな。行こうか。オフコース。大森くんが好きだったな。いいし。落ちてますね。リセットされてるよな、多分。30、ああ、リセットされてますね。じゃあ、ありそう。じゃあ、ありそうだな。撮りたいけども、同じとこっすね。あ、もう一つ先か。これ復活。人形落っこったもの。何もない。キュッ。出た出た。誰やろな。61は まあ、いっか、いけべ。やりたくなってくるよな、やっぱな。久しぶりにやっと他のシリーズも。一応まあ姿勢の声で一区切りみたいなとこあんだよな。それからまあ V0 なんですけど。
P0 もでも素晴らしかったですね。あ、来ないで。ああ、40式は持ってんのか。40じゃない、61か。こっちは散らせるんだ。これね、あれね、あれがあるといいんですよね。フラッシュ。あ、セーフガードみたい。うわー、ヘッドバット。これダメだな、これ14にしないと無理だ。いけっかなと思った。意外とタフだ。ダメだ、フレームアウトしちゃう。さて、あ、そう、結構ノックバックが。あ、そう、早いか。体力が見えねえ。あ、くそ、ダメだ、感性で打っちゃダメだ。手からやんないとな。
あの腕掴むとこすごい好き。あ、これジャパニーズホラーはやっぱこうでなくちゃな。いやー、フェイタル全然ダメでしたね。広がっていく技、うん、激しい痛み。滝川よしの、なるほど。14式は毎回復活する。14とまあ7式もか。7式制限ありはね、最初すごいあれだったんですけど、ね、意外となんとかな、ね、肉ちゃんいる？おったかや。こう今日おりますね。うん、滝川吉野の日記どうなってくんですかね。精神的にもいい。うん、直哉さん、もう顔がすごい疲れてたもんな、あの人。うん、飛行機事故だよね確か。奥へ進む。歌が聞こえる。ああ。PTSD ね。わいじゃ今じゃよくよくは、うわあ。戻れないんだけどこれ。一回読んでないからか、まだに日付が記されなくなってる。わからない。目が覚めても見える。へい、赤い。よし、夜ですな。うん、彼女と関係あるのだ。よし、とりあえずじゃあまあ切りが良いので、まあ、一回区切っちゃったけど、後で合わせるか。あー、フェイタルをちょっと やりたいんですけどね。忍とも勘ともですな、ね。